牧山城は、福井県福井市工事町、安原町、土地泉町にある日本の城跡、東郷城、東郷牧山城とも、福井市指定史跡。福井市市街地から東南へ、約8キロメートル、一条谷浅倉市跡から、尾根続きに、西へ約4キロメートルの地点にある海抜122メートルの牧山に位置する。通称、城山とも呼ばれる。隣接する。 お竹山では多数の古墳が発見された。15世紀前半頃、朝倉市三代当主、朝倉忠氏景が一条家の荘園である東郷宗を預けられ、東郷下茂様ま森を称して居城したのが始まりと伝えられる。朝倉思想家が一条谷に本拠地を移してから、出城的位置づけとして整備された。古今類寺越全国史によると、政景の後は、 鳥居兵庫除火劇院や、虎、牧渡る三在門寺一が居城したとされる。浅倉市滅亡後、北野商城主、柴田勝家の支配下となる。1584年に、豊臣秀吉の配下、長谷川周一に、東郷の地が与えられた。周一は1585年に城郭を築城し、牧山城は全盛期を迎え、城下町が形成された。 周一の病死による、女風後、北の少女の庭,の庭長秀の第二子、庭長政が、牧山城主となって五万国を領有した。長政は、関ヶ原の戦いで西軍に属したため、関ヶ原の戦い後には、領地は没収となり、1601年、結城秀康の越前入国と共に廃城となった。牧山城跡の周辺は、公園として増援され、 アスレチック等の遊具が置かれている本来の山の自然を生かした植栽や散策路の整備が評価され福井市が実施している死刑鑑賞2014の風景部門賞を受賞したありがとうございます